こんにちは、ここは東北本線の西那須野駅です。こして西足の Y さん、ね、いや、こんにちは。今新幹線が通ってますけれど、これからの東北新幹線で帰りますが、行きは黒磯までね、あの懐かしの新特急那須野で来たわけですけど、帰りは新幹線那須野で帰ろうと思いますんで、あの新旧乗り比べようと思いますから、よろしくお願いします。つまりあの今回は那須野号の旅です。あの、この庭師の Y さんとあの、行くわけですけど、あのずっと Y さんだけを映すようなことはしませんから、あのその新幹線がちゃんと映りますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、西那須野駅まで来たんですが、あのここはですね、あの那須高原、さっきまで那須高原じゃないの、塩原温泉を見物しておりまして、その後これから新幹線に乗るのに一駅移動する必要があります。離れてるの？やっぱそうです。塩原温泉がここじゃないですか、で、西那須野から行った方が近いんですね、やっぱね。で、那須塩原はちょっと外れたところにあるんですね。まず、自由席特急券を280、これ、19時2分、19時、もっと早いのありますよね、あ、自由席、あ、そうか、全車自由席。でもおかしくないかな、やっぱ19時2分で出るのか、これでも。あ、やっぱ19時2分、おかしくない？ おかしいですよね。おかしい。ちょっと待って、一回見ましょう。これ確認しましょう。上り、あ、この辺か。那須塩原、18時2分、間に合いますよね、多分。間に合う。今、次はね、宇都宮じゃ、17時55、あ、これ東京方面だ、17時51分ってなんですよ。51分、それ乗れば間に合うじゃないですか。間に合う。なんででもギリギリだから MV は発売しないんでしょうね。ああ、乗り換え時間は5分、5分か。ここが那須塩原駅在来線のホームです。ホームは9番線まで続いてるんですね。新幹線の関係だと思いますけど、ホームの下の石は栃木県の名産大谷石です。あと3分か、もうなんか止まってるっぽいですね、あ、17両ってことは小町か翼をつなげてるんだ。17両編成の場合は、あの翼も今7両でやってるんですよ。だから E3 の翼か、もしくは、あ、そうなんだ、だから E2、E3 か E5、E6 のどっちかですね。那須野号は東北新幹線で最も遅い種別ですが、まあ、グリーン車の営業もしているし、グランクラスもあります。まあ、グランクラスを連結している列車にしてはということですが、ただあのグランクラスがあっても、あの車内サービスとかはしていませんので、あ、乗ってる人いるのはびっくりしましたけど、あの3000円安くなりますが、まあ、その代わり本当にただ座席があるだけです。東北新幹線で最も遅い列車、この那須塩原駅でも、後続列車の追い抜きを受けてそれから出発をするようです。18時2分の出発になっています。ホームからは、ね、こんな風に那須高原の山々が見えまして、なかなか綺麗です。この那須野号はもともと今の東北新幹線っていうのは、はやぶさ号が速達タイプ、はやて号も、準速達タイプ、そして、やまびこ号が、まあ、かなりポツポツと止まるけれども、まあ、光号的な存在、まあ、早い遅いの別が分かりづらくなっていますが、国鉄時代東北新幹線ができたばかりの時はもっと分かりやすい形をとっていまして、各駅に停車をするこだま号に対応する列車、それが青葉号、そして、光号に相当する通過型の列車が、やまびこ号として運行されていました。まあ、ただ、現在ではね、さまざま、あの今後ろからやってきているのははやぶさですけれど、早いな、うわあ、まあこういうことをやってるわけですが、その青葉号にも2種類あって、青葉は青葉城から取っていた、仙台の青葉城、それで仙台行きの列車として運行されていたんですが、一部の列車ではあの那須塩原行きの青葉号というのがありまして、その青葉号の名前を那須野に変更したのが始まりです。1995年のデビューです。この那須野280号は郡山からやってきた列車ですが、すべての那須野号が郡山始発というわけではなく、もともとは那須塩原始発のものが多かったのです。それは那須塩原駅に新幹線の車庫があるからで、その車庫への出入り、それをただ空でお客さんを乗せずに走るのではもったいないから、ついでにお客さんも乗せて運行しようという趣旨で、特に朝晩には那須野号が多く運行されるようになります。そしてその、まあ、朝晩のね、もう一日の運転を終えて車庫に引き上げる列車として、運行するのと同時に、それはまた通勤列車にもなり、朝晩の那須野号は特に多くのお客さんでにぎわいます。自由席と書いてありますが、那須野号はほとんどが自由席です。那須野号も一応指定席、あの知ってます？ありますけどね。1両か2両くらいある。そう。だからなんか小玉と一緒で、那須野の指定席に乗るとあれなんですね。もったいないような。そう、もったいないし、異常に混んでる。
あ、混んでんの？あのね、うん、そうなんですよ。夏の指定席ってあのツアーとかで乗る人が多いから、だから旅行会社のツアーとかでね、あの弾幕が抜かれてるから、逆に指定席の方がめちゃ混みで自由席ガラガラみたいになったりするんですよ。ああ、そうなんだ。そう、だから乗らない方がいいですよ、夏の指定席は。本当無駄以外の何物でもないんで。ちなみに朝晩は那須の号は、普通車の全車両が自由席という設定になることが多いようです。列車の編成も様々あって、今はね E5 系と E6 系ということでやってますが、他に E2 と、E3 小町用の車両、小町今運転がないけどね、もともと車庫への出入りを兼ねた列車という性格も持っているため、様々なタイプでの列車が運行されます。まあ、それが那須の号の特徴でもあります。特に、めったに乗ることができない元小町で使われていて、5年前に引退した E3 系新幹線電車6両編成にまだ乗ることができるというのも、特に朝晩の那須の号では、まあ、ありがちなことで、これも価値ある体験です。まあ、今回は割と普通の車両で来ましたけどね。今日の朝、塩原温泉への往路には懐かしの新特急那須の号という臨時列車を利用しました。那須のはもともとこの辺りを運行していた国鉄時代の急行列車の名前で、那須高原への観光客をターゲットに運行していたものでしたが、東北新幹線の開業からしばらくして定期券などで利用することができる新特急那須のという列車に変わりました。その新特急那須のは今踊り子号で使われている185系で運行されていたものですが、東北新幹線と並行しているということもあり、那須塩原そのあたりの観光には、まあ、やはり新幹線の利用客がどうも多くなりがちだったようで、那須の号は東北線でも日中にもね、昔は日中に特急が結構走っていて1日10往復ぐらいあったらしいんですが、まあ、お客さんは全然おらず、そして、まあ、こんな新特急那須のも結局朝晩の通勤時間帯以外乗るお客さんなんかいないよと、日中は快速電車ラビットに変更になりました。そのラビット号は好評を博し、現在まで東北本線の快速電車として運行されています。そしてその後朝晩だけは通勤用の列車として運行されていた那須の号でしたが、それもまたしばらくしてですね、結局利用率も、まあ、だんだん振るわなくなってきて、また東北新幹線が、開業した際には、それらの名前もおはよう栃木、それからホームタウン栃木に名前が改められましたが、最終的に2010年頃に廃止になりました。それから東北本線の、大宮から先、小山、宇都宮、黒磯方面に特急電車はなかったのですが、本日久しぶりに東北本線に特急電車が、まあ、復活運転ということになり、今日それで私たちは2人とも一緒に旅を楽しんでいます。帰りはせっかくだから、じゃあ新幹線の現在の那須の号に乗り、新旧の那須のを楽しもう、まあ、そういうコンセプトでやってきたわけでした。うん、いや今回もね、なんかその那須の号の臨時列車に乗りに行ったのに、うん、そのね、あの那須の降りて、まあ、那須高原か塩原温泉かどっちか、まあ、普通行くじゃないですか。あ、はい、でも結局みんな行かないでそのまま共帰り新特急那須の号に乗って塩原温泉を観光してきたのは少なくとも僕ら2人だけ。まあでもやっぱ現地もね、こうやってあのリバイバル列車と一緒に観光してくるとね、ああ、はい、思い出が深まっていいと思うんですけど、この那須の号ですが、郡山を始発として出てきているんですけれど、もう宇都宮の時点で後からやってくる山彦と30分ぐらい差がつくようです。30分ってすごいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、あの各駅に止まっているとどうしても他の新幹線の待避ばかりということになるのだそうで、まあ、逆にそれはそれでいいのかもしれません。特に、山彦号の止まることができない駅、まあ、あまり止まらない駅、那須塩原、新白川、宇都宮は、まあ、止まるとしても、小山、まあ、そういったところの需要を結構拾っている列車だそうですから、まあ、それはそれでいいと思います。ただね、不思議なのは、あの那須の号と各駅停車タイプの山彦号と両方あるんですよね。時刻表を見ると那須の号は、あの那須のって時刻表だとあの細い字で表示されてるじゃないですか。ああ、で、青葉が廃止になったから、なんか那須のと各駅停車のやまびこってちょっとなんか差が分かりづらいですね。あー、分かりづらいですね。で結局今の差ってやまびことそれから那須のはその行き先の違いで分けてる。あーですね、うん、早いですね。いつもだって那須塩原から宇都宮って結構めんどくさいじゃないですか。30分ぐらいかかる。3、40分ぐらいね、うん、もう、まあ、10分しか経ってないか。そうですね、早いな。18時3分ってなんか富士はやぶさって感じ、はい、ですよね。いやいや、僕も思いますよ、それ。まだ宇都宮の街が始まってないのに減速してるっていうのがなんかあるんですね、はい、宇都宮から先が240キロだっけ。そうですね、宇都宮までは320だけど、うん、那須のは多分275しか出さないんだろうけど、出してる、うん、
ニュースで。なんですか、上野宮間1分短縮ってのは。あれなんか防護策、こうなんかスピードを上げるために、はいはい、110キロか130キロで。あ、そんなのするんですか。なんだっけ、こう、はい、ちょうど架線の下あたりに、はいはい、風よけの あれをつけて、ちょっとの区間、はい、3、4キロの区間を130キロで走って1分短縮って、ちょっと意味あるのかなってちょっと思っちゃった。あの区間だったら1分短縮でも大きいんじゃないですか。何かあった時にほら固まっちゃった時とか、ダイヤが乱れるとすぐ崩壊するじゃないですか。あ、です、うん、あの区間は、まあ、1分だからね、たかが知れてるけど。ああ、確かに。でもまあ、ね、やんないよりはいいのかもしれない。景色見えづらくなりそうですけどね。宇都宮で4分程だそうです。21分って言ってましたね。21分。一回出ますか。あ、でも宇都宮はなんかあんまよく見えないですね。あ、先ほども那須塩原駅で多分1本ないしは2本に抜かれたと思うんですが、また宇都宮でも1本抜かれるようです。この先小山でももしかしたら抜かれるかもしれません。そんな調子でのんびりと行くんですね。その点は東海道新幹線のこだま号と同じような感覚で、やっぱりダイヤ設定でいろいろと影響を出すような列車でもあるのかもしれません。東海道ほどは本数がありませんからね、そこまででもないかな。来ましたね。おお。おお。じゃあもう車内に引っ込んでおきましょうか。すぐ出ますからね。あ、E6 ってそっか、後ろドアがないんだっけ。結構やっぱ見応えがありますね。もう一回乗っちゃう。あ、もうとりあえず乗っておきますか。さっきこの Y さんとも話していましたが、那須野号は結構団体ツアーなどに申し込むとこの列車に乗るという機会が多くあるんじゃないかなと。そういう列車です。例えば那須塩原駅まで行って、そこから先福島県方面まで貸し切りバスで移動するとかね。でそれからあとは那須塩原から普通に那須高原方面に行くときとか、このように空席がもうたっぷり余っておりますので、那須野号の普通車指定席にお客さんをたくさん安い運賃で乗せて、でそしてその割引されたお客さんが、那須塩原からまたバスで、場合によってはね、そこからバスに乗って結構福島県とか、宮城県方面までずっとバスで行くっていう場合もあるらしいんですけれど、それだけ多分、那須の号も輸送力が余ってるんでしょうね。ただ余ってるけど走らせないっていうのは、それはまた別の話で、つまり車庫への出入りの用事がありますので、走らせないというわけにも、いかないというか、それはそれでもったいない。多分そういうことなんでしょうね。この列車も、どう考えても、17両もつなげるような、そんなね込み方は、全くしてないわけですけど、しかしそれでも17両編成で運行しているのには、これらの17両編成を東京へ改装しなければならないという理由もあるのだと思われます。だからこの列車は郡山から来てますんでね、多分昼間余ってる編成を郡山行きで適当に運用するのが、多分そういう意味もあるんでしょうね。ここでただいま小山駅ですみたいなこと言い始めたら、はい、何も言わないからすぐ発車するんですね。小山は多分そうでしょうね、うん。小山駅もすぐ出発しましたが、基本的に那須野号が1時間に1本運行されるかと、そうでもなくて、那須野号か各駅停車タイプの山彦号か、どっちかが小山とか那須塩原にもだいたい1時間に1本は止まるようになっているそうです。ですから那須野に乗りたいという人は、意外と時間狙い定めないと乗れないっていう場合があるんでね、それだけ気をつけた方がいいかと思いますが、しかし小山とかそれから那須塩原とか、そういったところに止まる新幹線はね、確かですけど、グランクラスを営業しているようなものはなくて、どちらも那須野号みたいな列車、ただ行き先が郡山行きか那須塩原行きか仙台行きか、それらの違いぐらいでしかないようです。あれ E3 じゃないですか、今。あ、 E3、うん、でしたよね、多分塗装的に。塗装的にあれも那須野かな。うん、那須野でしょ、あれも。うん、あれ E3 が山彦とか、はい、あれ入りましたっけ。山彦もね、今のダイヤどうだったかわかんないですけど、やまびこの運用は前はありましたよ。あ、僕は去年かな、朝の東京駅8時台で、今もダイヤ変わってなければ、やまびこのやつで仙台行きかなんかで入る運用あったと思います、確か。あれなんで廃車にしないんですかね。やっぱいるんですか、増結用に。増結予備車っていうやつか。予備車わかんないですけど、でも320キロに対応してないからハヤブサの予備にならないじゃないですか。あ、結局やまびこと那須野の増結用にしかならないけど、あれがないと困るんですかね。
なんかここら辺で大体上尾らしいですね、この合流をする地点で。あ、そうなの、うん、え、ここで上尾なんですか。ここ上尾らしいですよ。分かんなかった。あ、そうなんですか。そんなにびっくりすることだと思わない。で、なんかね、240キロだじゃあ、240でここまで走るじゃないですか。ああ、で、ここからあの徐々にブレーキ入れて、で、あ、そう、こんな感じで、らしいんですよ。あんま速度落ちてる感じしないけどね。しない、うん、どうなんですか、大宮です。あ、今ちょっとかかりましたね。じゃあ今日は、あ、どうも。どうもお疲れ様でした。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。温泉が特に当たりだったな。まあやっぱでも那須だから早いは早いですけど、うん、あの早草とかだったらもうなんですか、なんか黒磯駅とか通過してるの見えるじゃないですか。新幹線から、はいはい、なんかもうそれが見えた時点で、あ、もう大宮だなって感じするんですけど、やっぱちょっとこう、あの、人作業あるって感じでしたね。今何時ですか。あの48分か。まあじゃあ52分ぐらいだろうから、那須塩原大宮間、まあ、50分って考えて、そんぐらいですよね。そうね、新幹線にしちゃ遅い方ですね。まあそりゃそうか、遅い列車乗ってんだからね。各駅停車だ。26もスーパーコマッチとか言ってた時代が懐かしいですね。あ、もう5年前じゃないですか、ね、スーパーコマッチ。あ、1年間やってましたね。あ、在来もスーパーっていう付けのね、なくなっちゃって、スーパーあずさとか、あずさになったり日立になったり。コマッチが最後ですかね、スーパー付けたの。あ、もう流行らないんだろうな。もう平成の初期の名前、列車名だった。そうですね。あ、あれってギリギリ251スーパービー踊り子。あ、でも あれ結構前のやつじゃないですか。前のやつ、まあ、今東でやってるのはスーパービューと、もう一個なんかありませんでした、スーパーズ。もうない、スーパービュー踊り子だけですか。スーパービュー踊り子だけ。あ、それだけですね。だけですね。あ、そうなんだ。もっとあるかも。じゃあすみません、お願いします。あのね、その格好で新幹線に乗ってる人はね、あの、僕は他に見たことがないんですけど。足元にご注意ください。